はい、イキリンキャ君、こんにちは。こんにちは。あの、イキリンキャ君は、何毎日千人切りやって、俺、勝っちゃったの？そうですね。おう、そんでそれで、ちょっとネタデッキを、ちょっと、仕込んできた。うん。よし、じゃあリベンジ受け付けましょう。よし、じゃあ対戦お願いします。お願いします。はい、いつものネタ焼きやったら GR 使わないですけど、今回もちょっと電動解除ということもあってちょっと何じゃあ電動解除の関係も あるのね。結構あります。分かった分かった。じゃあ1月1日以降の電動で。そうですね。分かりました。 OK です。はい、じゃあお願いします。よし、じゃあ解除になったやつっていうと、分かった、鬼修羅とかそういうのだな。鬼修羅、鬼修羅、あと何があったっけな。セブンスタワー、 あったね、あったね。ミシュラセブンスタワー、あのアパッチューラー、あ、そうだ。まあいいや、じゃあその辺の何か出てくるんだな。おし、お願いします。最初グーじゃんけんほい、あいこでしょ、あいこでしょ、勝った。じゃあ先行いただきます。はい、よし。だがしかし、じゃあディスドライブを置いてターンエンド。じゃあどうします。その値段が炸裂する前に僕はやっつけようかな。よし、終了で。はい、じゃあ置きます。はい、ドロー。何も出せねえな、どうしようかな。じゃあこれ置いちゃうよ、ターンエンド。はい、頑張ります。はい、ドロー。そう、ごめんなさい、まだこれね、そう、診断発売になったけど私まだコピーのままです。大丈夫です。ちょっとお店に在庫がないので、あまり。ドロー、まだね、出さなきゃいけないからな。じゃあいいや、はい、ブラックサイコも置いちゃおう。3マナ、3マナ、うん。マグナム、ターンエンド。じゃあターンもあります。はい、ドロー。マグナムがあるとそのネタが炸裂しないかもしれない。どうしよう。まあでもいい、どんどん行こう。じゃあドロボールもめちゃくちゃ強いじゃん。持ってる。終了で。お、終了。まだ何もしない。行きます。ドロー。じゃあね、はい、もういいや、デスマーチも置いちゃおう。はい、じゃあ4マナ、はい、ブラック V。 はい、ブラック V。 スピードアタッカーだ。アタックするとき手札を1枚捨ててください。はい、何でもいいんですか。何でもいいんだよ、自分で選んで。はいよ、なんだそら。じゃあ1枚ブレイク。はい、赤スペルブルーは出ませんので墓地へ。そのまま墓地。ああ、そうか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 。墓地に行くの。じゃあ手札に行けばいいんじゃない。あ、そうか、じゃあ手札に行く。だよね、使わなかったってことにすればいいもんね。はい、じゃあこれでターンエンドです。じゃあターンもあります。はい、ドロー。じゃあターン終了で。はい、じゃあ起きます。はい、じゃあ起きてドロー。はい、じゃあね、何もチャージしないで3マナ、はい、リストライク。はい、スピードアタッカーです。じゃあどんどんいくぞ、1枚ブレイク。はい、じゃあ塩トリガースカルベンテカです。はい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 、何も効果ないです。ないの、なんでなんで。闇のコスト8以下のクリーチャーを1体、うん、バトルゾーンなんですけど、墓地にいないので。わかった、あ、それいいの別に。普通にこれで大丈夫です。使わなくてもいいんだな。大丈夫です。よしよし、じゃあいいよ。じゃあこれでアタックするとき手札を1枚捨てなさい。はい、じゃあ捨てます。はい、そして1枚、おお、なんかオルテリータ入ってる。はい、トリガーないです。はいよ、なんだろう、何も起こんないぞ。いっちゃおうかな、1枚。はい、はい、来ました、使用トリガー。何、一緒にフレッシュで入れました。召喚、CR 召喚するときに、じゃあ、バトルゾーン、この効果で払います。あ、出ないの？これだと GR も出ないんだっけ？ GR も出ないです。相手のクリーチャーがバトルゾーンに出るときなので、GR クリーチャーがめくれてもそのまんま。それもダメか。おお、すげえ、やっぱマグナム強えな。ターンエンド、ごめん。じゃあターンもらえ。マグナムがなかったらもうちょっと。いや、大丈夫です大丈夫です、別にこっから逆にするんで。何、マジで。じゃあエメラルーダで、じゃあ終了見ます。終了で。怪しいじゃん。それは怪しいやつな。置きます。じゃあ、いや、そんなこと言ったって。君いくよ。いいすよ、ドロー。じゃあね、じゃあ分かった、行くよ。僕は、はい、はい、これを使いたいんだ。はい、これで5マナ。はい、5マナ。これだ。絶望と、パーフェクトダークネス。はい、つまり、3つの効果のうち2つを使えますよ。はい、マイナス4000してもしょうがないのか。意味ないですね。復活するものもいない。はい、じゃあ手札を2枚捨てなさい。はい、じゃあ捨てます。よーし、捨てた。オールデリートを捨てさせた。そして行きます。はい、じゃあ、ブラック V で、これ。じゃあ、はい。あ、そこ全部出してる。俺3つ入るだったな、こっち。はい、スカルメンテカです。特に意味ないです。出てこない、はい、あ、そうかそうか。じゃあ最後のシールドにアタック、エターナルスパークで。じゃあ埋めます、はい、うん、あ、呪文の方ね、呪文、うん、埋めた。はい、じゃあ一応アタック、ブロックで。あ、そう、ブロックがいたんだ、忘れてた。あ、そうかそうか、ターンエンド。あ、そうか、完全に忘れてた。
じゃあ、じゃあブラックバインにアタックで。はい、やられます。はい。終了で。起きます。はい。じゃあ、これででもいけるよ。ドロー。あ、いきますよ。はい。これを置いて、はい、一、1個しかないんで、これだ五五五ブランドだおはい。で、1枚引いて、はい、捨てると、これをやっつけた。よし、はい、じゃあ、アタック。エマジェシータイフン。はい。2枚いきます。うん。いきます。だけ？はい。ダイレクト。なりました。よっしゃ、ありがとうございます。ありがとうございます。ネタをさせる暇もなく、それは何だったんだ一体。ちなみにこれはいくつか手段があるんですけど、うん、あの墓地にあのラスロモノフ、うんうんうん、墓地かあの山札にラスロモノフがいる状態で、うん、ドラギシュートチャージャーやあの、うん、ドルマゲドンビッグバンとスカルベントガデスかなんかで、うん、強制的に踏み倒して、うん、5枚墓地に置いたところで、あの、うん、オールデリートがあのいたね、うん、結構いたね。こんな感じでめくれると思うんですけど、うんうん、ここに封印がこんな感じであるね、うん、6枚あってアタックするときにこれ、うん、あの墓地にある呪文1枚ターで唱えられるんで、そうなんだ、そういうことか。あ、はいはいはい、こんな感じでシャッフルしてドキンダムでダイレクトアタックって。わかった、ロマノフデリートみたいなやつ。ロマノフデリートですね。オッケーオッケー、わかりました。の3つエールを入れたバージョンで、うん、あ、3つエールを入れたバージョンで。そうなんだ、わかりました。じゃあそれはもう炸裂させなかったけれども、よし、ありがとうございました。よし、また持ってこい。なんか、はい、ブックアイランドジュニア入間店は埼玉県入間市にあるカードショップです。ブックアイランドでは YouTuber を全面的に応援しております。店内での撮影はもちろん OK、 Wi-Fi も開放しております。充電も可能です。 YouTube に動画を出してみたい方、ぜひご来店お願いします。スタートをぜひ応援させてください。